回は今作っている音源制作の中から玉置浩二さんのメロディーについて私が思ったこと、ニコの表現についてお話ししたいと思います。皆さんこんにちは、エリューでニコを弾いております泉です。今回から私一人で喋るコーナーというのができまして、私が書いているブログだったり音源制作やニコの話などいろいろとお話できたらなと思っています。今回は今作っている音源制作の中から玉置浩二さんのメロディーについて私が思ったこと、ニコの表現についてお話ししたいと思います。最後まで聞いていただけたら嬉しいです。今ニコ姫ミュージックというサイトでニコ伴奏音源のダウンロード版というのがありまして、エリューの伴奏シリーズというのに出しております。制作者はエリューのギターのユキになります。今回ギター伴奏で弾きたいというリクエストにより取り組んでいる一曲です。原曲は半音低いんですけど、辞書でとても弾きやすくしましたので、みんな弾ける曲なんじゃないかなと思っています。この曲ですね、私もすごい大好きな曲でして、本当にね名曲だと思うんです。1996年に発売された曲ですね。なんといっても玉置浩二さんの歌声ですね。声の表現力、聞けば聞くほどすごい。まず歌から始まり、そっとギターが入る、歌に寄り添うようなギターがポロリ、そして空気を含んだような吐息のような優しい音から膨らむようなあったかい音まで、ダイナミクスと喉の開き、発音、音色、全てを声で表現しているじゃないかなと思います。音の切り方もそっと置くような、なんとも優しさを感じるですね。サビでは切なく盛り上がり、過去の悲しみ、切なさが強調される。そして最高の盛り上がりのところですね、力強いロングトーンに圧倒されます。でそこで鳥肌が立ってですね、感動するというですね、歌の表現としてはですね、そのコントロールの仕方、一音一音の声の出し方、それがねすごい幅がすごくてですね、とっても素晴らしい表現だなと思いました。ギターの伴奏もね素敵で、とってもこれはねニコとギターで弾きたいなと思う一曲なんじゃないかなと思いました。ニコという楽器、人の声に近い楽器と言われていまして、音域も人の声ぐらいですね。でメロディーラインを弾くことが多い楽器ですね。なぜ人の声に近いかというとですね、他の楽器のように音と音の間に区切りがないですね、音階ですねに区切りがなく、弦楽器でいうフレットというものがないんですね。で音と音の間の曖昧な音っていうのがね出すことが得意で、で殺弦楽器なので伸びる音が得意な楽器ですね。その代わり音にシビアなので、やっぱり難しい技術や感覚なんていうのも必要なんじゃないかなと思います。するとやっぱり人の声の近いような音が出せるという楽器になりますね。人の声に近づくように表現するには、シャクリ音を作ったり、ダイナミクスを作ったり、ビブラートや発音になるべく近い方法ですね、選んで表現する。なので人によっての解釈や個性によって違うものになります。楽器なので声のように音色にすごい違いを作ることはできないんですけど、弾き方をいろいろ模索して表現するしかないですね。特に右手の弓の表現が重要になります。ここでちょっとニコの歌の表現というのをですね解説したいなと思います。はい、ではここで
二胡を歌うように弾く考え方っていうのをですね、ちょっとお話ししていきたいと思います。まずメロディーの最初の部分ですね、あんなにも、この部分ですね、ここを二胡で表現していきたいということなんですけれども、まず最初のあんなにも、このような表現わかると思うんですけど、まずあというところでちょっと開く音ですね、うん、ここを口の閉じる音で、ここでな少し開く音に、ここも閉じる音も、ここは少し軽くですね、もって優しくなるこの発音ですね、それを、2個で表現したいと思います。2個の弾き方というとですね、まずあっていうところで、ここは始まりはメソピアノで入りますので少し優しめに入るんですけれども、そのあという発音、ここ開放弦なので、気をつけてビバーッといかないようにですよね、ここであっと、まあ、優しく入って、次の音んなので少し優しくなりますので、ここの優しくという方法としてはですね、少しスピードを、ゆっくりにする、もしくは少し力を抜いて優しく弾く、こういう、弓の使い方で音っていうのは作られますので、優しく次の音は弾きますね。でその次あんな、ここのなに入る、んからなに入るところですね、なといくところはですね、ここは2個で言いますと発音というのを使うとですね、いいなと思うんです。あんな、ここで、ポジション移動しますね、ここですね、でなって、歌っているように聞こえるというところですね。で次もに、ここも優しいですね、に口を閉じるところですね、優しく弾いて、次が、もうのところは、置くようなところですね、音をこうやって切ってしまうとやはり音楽らしくないので、ここは優しく、やはりビブラートを入れるなりして、こクレッシェンドですね、させていくというところで、こう歌のように聞こえるんじゃないかなと思いますので、こういうふうに考えて歌を当てはめていくと、とても歌ってるように聞こえるというですね、そういうふうに2個って弾くんだなとかっていうのを、こう見て感じていただけたらいいなって思いますし、2個を弾く方はそういうふうに弾いていったらより楽しく弾けるんじゃないかなと思いますので、ぜひこういう風に弾いていただきたいなと思います。ということで今日は歌を2個で表現するについてお話をしてみました。この曲に取り組んでみてとても奥が深いなと思いました。皆さんも自由に、弾いていただきたいなと思います。ユキシのアレンジですね、とてもね素敵なギターの伴奏が仕上がっておりますので、皆さんお楽しみにしていただきたいなと思います。ぜひ皆さんダウンロードしてみてください。音楽に正解はないので自分なりの表現を目指す、そんなお話もまた次していきたいなと思いますので、ぜひいいねと思った方はチャンネル登録いいねしていただけたら励みになりますので、よろしくお願いします。それではまた、頑張ります。